国立公園の名の由来であるトーレス・デルパイネ。風化の進んだ、花崗岩の山体が連なる荒々しい光景が広がる。トーレス・デルパイネ国立公園は、チリ、マガジャネスイデラ・アンタルティカチレーナ州にある国立公園。荒涼としたパタゴニア独特の風景を目的に多くの観光客を集める。南パタゴニア表現から流れ出すグレー氷が、フランス国トーレス。 デルパイネ国立公園は、チリの首都サンティアゴから約3000キロ南に位置する。1959年、2400平方キロに渡って、山、氷河、森林、湖などが広がる、豊かな自然が評価され、国立公園となった。公園内の最高峰は、標高3050メートルのパイネグランデで、トーレス。 デルパイネのアゴスティン法が2850メートルで2となる。高低差があり、草原からツンドラ地帯、山岳といった様々な気象条件下に豊富な鉱山植物が茂る。こうした風景を楽しむためのトレッキングなどを目的とした観光客は年間10万人を超える。国境戦争にあり、アルゼンチンのロス・グラシアレス国立公園とは一部が接している。 2011年12月に山林火災が発生し、翌年1月までに1万ヘクタール以上が消失した。近隣の都市であるプエルトナタレスからの長距離バスでアクセスする。公園内への立ち入りは有料であるため、訪問者はバス終点の入園口付近にあるレンジャー事務所にて入場料を納める必要がある。ABCD、チリの国立公園で大規模な山火事。 1>, 1万ヘクタール、以上焼ける。アフプブニュース、AFP 通信。http w w w a f p u c o m アーティクル、ディザスターアクシデンツ、クライム、ディザスター、2848,055、8239,7842012年3月3日、閲覧。アルゼンチン、チリ、パラグアイウルグアイ2008の2009年版。 P324 ありがとうございます。